南春治は、日本の実業家、投資家。太平洋戦争後の一時期は、菊池広忍、大谷米太郎と共に、日本の三大十億一万長者と並び称された。相模鉄道株式会社社長、秀夫鉄道株式会社社長、豊州鉄道株式会社社長、株式会社大阪造船所社長、東洋オリーブ株式会社社長などを歴任した。 大阪府にて生まれた。旧姓大阪高等商業学校にて学び、1903年に卒業した。卒業後は草壁商店に入社した。1909年に南商店を構えて独立し、相場橋として名を馳せた。国類や肥料などの貿易などを手広く言ったが、株式相場では思うような結果が出せなかった。そのため、 昭和期初頭には製造業に業種を転換し、一転して製鉄業、工業、セメント製造業などに力を注いだ。1936年には大阪造船所を設立し、現在に続く大造グループの基礎を作った。以来、堅実な経営の実践に邁進したことから事業を軌道に乗せた。太平洋戦争後は事業も安定し、 投資活動にも成功したことから巨額の富を手中にしたと伝えられる。1949年、日本工業が馬上岡の山の閉山を決めると大阪造船所に命じて工業権を日本工業から買収した。1955年にはパナマ戦績だったオリンピックチャレンジャー及びその船団を買収し、合わせて南平洋での漁業権を獲得した。このように、 巨額の資金を元手に様々な権利を収めていった。その結果、東洋路市を創業した菊池広島大野重工業やホテルニューオータニを創業した大谷米ヨネ太郎と共に日本の三大十億一万長者と呼ばれるようになった。南については国会審議でも何度か取り上げられることがあった。春次の後を継い大阪造船グループを率いた南影器は 春治の長男にあたる。過激の後を継いだのは、春治の義孫にあたる南直である。その後、直の娘婿となった南信之が大蔵の社長を務めた。また、春治の次男の南康夫は、大阪造船所の副社長をはじめ太陽成功の会長などを歴任した。康夫の長男の南源一は、太陽成功の専務などを歴任した。 安尾の長女と結婚した安西直明は東京ガスの会長などを務めた安西博士の四男であり日本交換で活躍した。また安尾の次女と結婚した湯浅慶三は神戸女学院の理事長であった湯浅慶三の孫であり南とも企業の経営人として活躍した。その他著名な経類演者が多数存在するため下記の一覧では 瞬時の親族に該当するもののみ記載した。ありがとうございます。